七条直弘です。私の研究は、データサイエンスを使って社会のさまざまな課題を解決しようと、そういったテーマなんですね。で、工学のバックグラウンドがありますので、その工学を使ったですね、材料開発、特に、最も過酷な環境で使用されるような、構造材料、強い力がかかっても、壊れたりしないような材料なんですね。そういったようなものをシミュレーションを使って開発するということを行っております。それだけでなくですね、社会の現象ってもっと幅広いですので、特に私は、過去には、内閣府や文部科学省といった政策立案の現場にいた経験がありますので、データを用いて新しい科学技術政策を提案する、そういった研究も行っております。これが今私が説明した過酷な環境で使われる材料の最も最たる例と言われているジェットエンジンのタービンブレードの模型です。飛行機のエンジンの一番重要な部分です。で、私が開発している CMC、 これはセラミックス複合材料というものですが、それを使うとですね、エンジン全体としては 5% 程度の燃費の削減ができると言われているんですね。世界中の航空機エンジンが使ってだとすればですね、そのエンジン燃料の燃料代の 5% が減るということは、当然 CO2 もそれだけ減るわけですし、さらには燃料代がですね、 5% というだけでもう数千億円がこれによって改善されるというものなんですね。データサイエンスはそれをいかに社会の中で使うのかというのが一番大事なんですね。で、我々のソーシャルデータサイエンスは狭い意味でのデータサイエンス、IT とか情報寄りのものではなく、社会であらゆる側面に対して、一定のソリューションを与えるものとして設計しています。で、特にですね、一橋の中では、民間企業だけでなく、行政や、公的セクターの中で、データサイエンスがどのように使われていくのかということも学ぶことができると。これは他のデータサイエンス系学部にないメリットではないかなと思います。